はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、視聴者さんのコメントでいただいたんですけれども、ミザさん、スツルムでフルオートなんだけど最初にニアビを1回だけ押すフルオート編成いいっすよっていうコメントがあったんで、試してみたらかなり塩梅が良かったんで紹介してみたいなというふうに思ってます。コメントありがとうございます。で、まあ今回はね、スツルムなんだけど、まあセミオートって言われてますね。まあフルオートで最初にちょっと手を入れるみたいな、テコ入れをするタイプのフルオート。俺イービアですね、風の六竜のイービアのフルオートとかでも HP40% 切ったらテコ入れたりして、俺も完全にもうお前フルオートじゃなくて手入れてますがなみたいな、フルオートがおまけみたいなプレイをしてたんですけれども、まあ実はこっそりね、まあそんな感じで、スツルムを最初に、まあこちらの方は最初にちょっと手を入れるだけです。最初にニアビを1回だけ押すっていう形の、編成なんだけど、まあニアビを1回押すとどうなるのかっていうと、技が変わるんですよね。アスナスイッチするんですけれども、敵にスロー効果っていうのを与えることができるようになるんで、敵の特殊技を遅延できるんですよ。敵にスロー効果っていうのがレックレスレイドになりまして、で、奥義効果で次のレックレスレイドが2回発動。つまり2枚になるんですよね。スローが2枚。で、さらに、敵を攻撃を回避した時にレックレスレイドが発動するよっていうサポートアビリティもついてるから、3段構え。1アビのスロー。奥義で2回発動のスロー。3アビで、スローみたいな感じでめちゃくちゃスローを固める鬼になるんですよ。で、今回 LB をですね、回避率アップの LB にしたんで、まあ、さらに、その回避に磨きがかかったんじゃないかなと思っております。まあ分かりやすく言うとターニャみたいなもんだな。3アビで回避率アップもあるから、まあ、割とターニャみたいな使い方ができるんじゃないかなっていうような感じですね。通常攻撃が全体攻撃なのも、かなり熱い部分で、今回はキャラクター編成としまして、他のスツルムをサポートする用のキャラクターにしました。で、アテナが3アビですね。アテナ3アビでスローを持ってるのと、あと HP 削れたら入んのかな、暗闇わかんねえけど、まあスローと暗闇ですね。で、1アビでダメ軽減の奥義のガード効果、奥義のてか補助系のね、防御アップがないとちときつかったかな。俺の装備でもきつかったわ。で、イルザはね、これもおすすめされてたやつで、使ったら多分塩梅いいと思う。俺今回初めてです、これは。なぜかイルザが初めて。スツルムはちょっと試したけど、イルザは初めてっていう感じ。3アビがね、麻痺ついてるんですよ。で、3アビの麻痺がね、割と余裕で通るんだよね。耐性ガバガバ。麻痺も通るようになってるし、あと1アビの命中率ダウンがおそらくかなり偉くなると思います。今回は通常攻撃を受けられるのは熱いっすね。まあイルザの方も、水着イルザも採用しました。で、後ろの方はアラナンジークリート、まあカチカチのカチコチの構えですね。で、武器編成はまあ今回はいやマジでガチゴチです。はい、まあでも似たような装備で代用できるんじゃねえかなと思いはするんだけど、何せ剣種一本は欲しいな。正直剣種一本ポンはないときついような気がするけどね。どうなんですかね。で、召喚石も。まあ、何にせよガチゴチです。うん、一つ言えるのはガチゴチ。まあ、もし150ができないのであれば、100ヘルにこのキャラクターを持っていくっていうタクでも全然、代用は効くと思いますので、まあ、ワンランク。できなそうだな。もうこれ無理だわ、150。正直きついと思うんで、もし無理だと思ったら、1段階難易度を下げるっていうのもいいと思います。それじゃあ、早速150ヘル行ってみましょう。アグアグでーす。いきます。あ、ちなみに EX アビリティは俺、チャームボイスにしてたけど、グラビティにしました。グラビティの方が、この編成においてはいいと思います。パーシバルは恐怖を入れるからグラビティ不要だったんだけど、あ、最初にニアビ1ポチね。最初にニアビ1ポチ、あとはもうフルオートで、グラビティを入れることによってこの最大値が3になるんで、スローのその空き枠が増える、スローのそのゆとりが増えるんで、グラビティを入れておいた方が安定すると思いました。はい、で、ヘルファイアですね。で、これで85特殊かオーバードライブ中特殊を食らうことによって、あれだな、オーバードライブ特殊を食らうことによって、敵に麻痺をバチかますことができる。まあ、ただね、 50% 来たらやっぱた明らかにだけど耐性上がってるね。50まではすげえ自由なんだけど、150Lは50切った瞬間に、あ、俺今回避した時にレックレスレイド発動したね。回避成功時のレックレスレイド発動によって CT が0になりました。まあ、こんな感じでターニャの使い方ですね。 CT1 レックレスレイドスローが発動これ強いよなだからパーシバルと比べるとアタック攻撃力に極振りした形ですね。敵を早く倒したいので攻撃力に極振りしたいと思いますですね、これは。
93%、 いや93からここで何パー、85にね次ターンいけると美味しいんですけどね。ここでオーバードライブで CT マックス、オーバードライブ攻撃 85% 特殊受けっていう形が組めると一応綺麗に決まるんですけど、まあ正直な話 50% からが肝だから、もうなんかここまでは自由みたいなところはあるっちゃあるけどね。アビリティ上がるか、上がらなかったらこれいけるかも。お、いいんじゃない、これは 87% か 6% で着地できるでしょ。 87% 着地、オーバードライブ殴られ CT マックス、なんかレックレスレイド発動してもね CT マックスから後になっちゃうんだよね。これは強いよな、相手のCT マックス特殊のずるさだな。グラビティを入れてるとこうやってでも 85% の CT マックスとかもさ、アテナのスローでどうにかなってたじゃないですか、うん、これがねグラビティないとその受け皿 CT が2っていう受け皿しかないから、アビリティが上がんねえんだよな。 そこが結構きつかったっすね。だからグラビティは欲しいっていう話だな。でこれで、アラなんで解除しながらも麻痺が入りましたね今。イルザの3ガビ、イルザの3ガビのその敵の特殊技カウンターが発動して2ターン自由枠があるんで、この間に例えばドラゴニックウェポンとか持ってた場合はリジェネで HP を回復させることができるとか、うん、まあそんな感じでかなりゆとりが増しますね。なので、まあ個人的にはイルザも強かった、イルザも強いなと思ってたけど実際使ったら強かった。視聴者さんコメントありがとうございます。まあ、ただねこの編成ね一つだけ由々しきというかもったいねえなって思うことがあって、防御累積ダウンが異常に多いんだよな。全員持ってる防御累積ダウン、木こりの歌の防御累積ダウンでしょ、で、スツルムの防御累積ダウン通常攻撃時で、アテナの非ダメージ非ダメージ時にニアビ発動の防御累積ダウンで、イルザのニアビの防御累積ダウン、もう完全に防御累積ダウン、もう 40% までは一瞬でいく防御累積ダウン 40% までは。ただまあ、そこからさらに下げるにはミゼラブルミスト当てなきゃいけないんだよね。まあ、ミゼラブルミストがちょっと当たんないと苦しいところもあるから、まあ、そこら辺はどうすかね。まあ、でもやるしかないんだけど、まあ、デバフ外れるのが結構きついよな。で、ここで通常食らって、あ、レックレスレイド発動ですね。ビューン。あ、これで実際にパーシバルの恐怖と同じですよ、役割的には。敵の特殊技を一切実際にこう食らわざるを得ないっていう特殊技以外はもう全部その封殺してかましてるんで、まあ、やっぱそう考えるとパーシバルの代用みたいな感じにはなってるかなっていうような感じですね。まあ、別にじゃあパーシバルとどっちがいいかっていう話だけど、どうだろうな。まあパーシバルも パーシバルは逆に恐怖とスローオンリーだけど、まあ、自身に1ヤビで HP 回復があるってのと、あと他のキャラクターのシナジーとか考慮しなくてもいいよね。1人だけで完全にスロー部分完結してて、で主人公のグラビティも不要になるって考えたら、まあ、そこはパーシバルの強いところではあるけど、まあ、こちらの方も他のキャラクターといろいろと組み合わせればかなり安定するし、うん、まあ、別にそのなんだろう、1人だけ突っ込んでもいいしな人、あ、スローバチバチかまっていく、いいね。まあ、奥義効果のレックレスレイドが2回発動はサポートアビリティの回避成功時レックレスレイドでも発動するから、まあ、それによってね、思ったよりなんかいきなり CT が2減ってラッキーって思ったりすることもあるし、逆に1アビ発動した時に1回しかスロー発動しなくて泣くこともある。なかなか難しいところやな。ただここでレックレスレイド2回発動するとダメージが2倍になるんで、そう、思ったよりダメージは高いっすね。あ、50% 特殊を受けてしまいますが、アテナの1浴びで美しく決まりました。ただこれ命中率ダウンあるから、あれじゃない、命中率ダウンの効果によって結構 50% の特殊避けられるんじゃないか。ガードプラスダメかプラス命中ダウンいけ避けたのはスツルムだけでした。ただこれで麻痺が入りましたので、ここ麻痺入ったことによってさ、ここ結構きつかったよね、わかる。ここでイルザすげえいいなって思うんだけど、 50% の特殊からデバフが消えて、そこからの立て直しをするのに結構時間かかっちゃってたんですよ。なんだけどここでもし麻痺が入った場合、うん、立て直しできるのでかいっすね。はい、でここで殴っていく、まあアビリティ封印が上がれば覚醒するんで、まあ、とりあえずパンチしていくんですけども、ここから
ここから麻痺が上がって通常攻撃なんだけど、これ通常攻撃避けて、頑張れ通常攻撃避けろ、お、避けていく、スツルム最高、レックレスリード、ツローで。いいね、これ。これいいね。だからここら辺考えるとパーシバルより、いいところだよな。だからパーシバルは6ターンっていうそのスパンがあるから、ここら辺の 50% の特殊技に対して、有効打取れないんですよ。だからその6ターンっていうのをうまく合わせる。で、うまく合わせるの難しいからね、ここら辺。HP2.8 億でしょ、今回の 150L って。HP2.8 億ぐらいだから、1.4 億のまでの動きを安定させて、パーシバルの6ターン周期に装備的に合わせるっていうのはすげえ難しいんで、そう考えると、まあ、ここら辺のスツルムですね。HP50% の特殊を食らって、敵のデバフが全解除されて、通常攻撃がクソ痛い。ここでどうにかして立て直したいなって思ってますっていうようなところを、そのスツルムは回避することでスローぶちまけるから、あいつ回避していく。あ、これによってレックレスレイドでスローかけられる。という風に考えると、安定感、50% の安定感はパーシバルより上になってるかな。だから、立て直しやすいんでしょうね、ここは。まあ、イルザも組み合わせるとすごい良かったし、まあ、アテナ多分、縁の下の力持ちだけど、結構仕事してるよね。奥義のガードもあるし、ディスペルが上がっていく。あー、この麻痺いいね。この麻痺いいね。パッパッ、最後。35%。 ただ2ターンの麻痺があるので、この間にスツルムがレックレスレイドか、アテナの3ガビが上がればどうにかなる。アテナの3ガビかレックレスレイドが上がればいけるね。上がれ上がれピカチュウ、伸びろ。競馬見てる人の気分だもんな。なんかフルオートってさ、ミニ四駆に例えてる人いたけど、ツイッターで言い得て妙だわ。させーと思ってるもん、俺も見ながら放置してないもんな。させーさせー叫んでる。言うなれば、あの半分の月が昇る空の、あの主人公の父親みたいな。あ、刺さなかった。運動会半分の、あのライトノベル半分の月が昇る空の主人公が幼少期の頃、運動会で走ってる時に、あのお父ちゃんが、競馬にハマってるお父ちゃんが、そこだいいぞさせーって叫んでて、させはないだろうって思ってたっていう、あの独白を思い出しました。半分の月は昇る空、僕が中学校の頃の青春だったんで思い出が強い。半月、もう完全に久しぶりに聞いた人いるんじゃない、半月。面白かったよな。俺あんまり逆にイリアの空 UFO の夏は刺さんなかったんだよ。イリアの、なんか結構イリアの空 UFO の夏がなんか流行ってたんだけど、俺の中ではね、ちょっとなんかもう少しゆっくり、ゆったりめというか、ちょっとなんか最終兵器彼女的なさ、なんかどうしようもない状況みたいなの、中学校の俺は、何の話してんだ、中学校の俺は受け止めきれなかったんで、はい、なんつうの、どうしようもない、なんでこんなことになっちまうんだよみたいな、アユの力みたいな、そんなんはなかったんで、受け皿がなかったんで、ハピエンチューなんで、コルワと相性がいいな、ハピエンチューだからさ、ちょっとね、イリアの空 UFO の夏はちょっと苦しかったって話なんですが、まあ半分の月は昇る空を思い出したということで、このまんまバチかましていってくださいよ。ブレイクさえさせちまえばこちらのもんですよ。めちゃくちゃ回避率上がってんな。これ 20% 特殊だよね。やべ、半分の月が昇る空の話をしていたせいで忘れていましたが、まあおそらく 20% 特殊ですね。さあ、ただ回避していくので、スローがバンバンと入っていく。いや、封殺できてるね、しっかりと。アテナスツルムで封殺はできてそうかな。だからこれで命中率、あれ命中率ダウンの回避ってさ、回避扱いなの、もしかして。通常見てみたいね。どっちミス、まあどっちしてるんだけど、ミスってどうなんだろう、回避成功扱いなのかな、全然見てなかった。もしなんか詳しい有識者の方いたら教えてください。まあただここら辺ってミゼラブルミスト外れるんだよね、当たったわ。ミゼラブルミストがまあ外れることがあるんですよ。でそれが結構きつくて、通常攻撃、その間に通常攻撃食らったら落ちるみたいなことがあるんですけれども、そこら辺ミス、あミス、あでもどっちしちゃったな、今ミスのみでレックレスレイドが発動してるあのターンあったら教えてください。これで命中率ダウンが0になるので、あと1ターンあるな。これはワンチャン、これワンチャン見れるぞ。レックレスレイドミスオンリーだったら
ねえかな。さすがにちょっと夢見すぎかな。これで、あー無理か、うん無理だったね。まあ仕方ねえ。これでブレイクに持ってくからあと安心。ただパーシバルと比較しても別にその遜色なく特殊技受けられてましたよね。あ特殊技受けられなさそうだなワンチャンって思ったのが、あの HP が、85% のところ 87% ぐらいの時に CT マックスになりました。アテナの3ガビでスローが入りましたっていうターンシーンがあったじゃないですか。あそこはまあちょっと運ゲーだよね。85% のところは、うん、まあ安定するかどうかはともかく、こっちの方はあれだな、こっちの方もただそれ以外の部分は安定したし、何より HP が 50% のシーンだね。 HP が 50% のところで安定するっていうのは他の編成にはない長所なんじゃないかなと個人的には思っております。はい、ということで今回の 150L、まあ、視聴者のコメントさんで視聴者さんのコメントで教えていただいたフロート編成なんですけれども、討伐時間11分、まあ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 なしではないね。ということでね、まあ、スツルムのニアビを最初に押すというセミオート編成なんですけれども、思った以上に50の安定は厚いので、まあ、もしちょっと死んでしまってたよ苦しいよっていう人だったら、こちらの方だったらいけるってこともあると思う。さっき俺が紹介したアンスリアなんとかアンスリアアオイドスパーシバルみたいな並びじゃできなかったけれど、スツルムアテナイルザこの並びだったらできるってことはマジであると思います。なんでちょっとまあ諦めてた人は試してみてはいかがでしょうか。セミオート編成ということで、今回のフルオートおすすめを紹介していくよ動画でした。また会いましょう。さよなら、バイバイ。